こんにちは、日向祐一です。今回は、不倫されている夫、浮気相手と話すべきかという、クライアントさんからの、質問に答える形で取っていきたいと思います。この方はですね、この間お試しが終わって、これから、本当のプログラムに入られる方ですけど、相手の男性というのは奥さんの、心の浮気的な感じのようですけど、不倫相手、浮気相手に相手の男性ですね、直接話すべきなのかとも悩んでいます。その場合は一応人として信用していたのに、あなたにこのようなことされて残念ですと。で、人を好きになるのはしょうがないけど、行動に移すかは理性の問題ですと。で、遊びなら、気のある素振りやめてほしい。で、本気なら僕は身を引くので奥さんよろしくお願いしますね、のことを話そうかと思っていますと。で、浮気相手の旦那からこんなこと言われたら狂気を、狂ってるってことですね、を感じてしまうでしょうか。ということで、で、相手の男性は、どういう気持ちを奥さんに対して持っているのかは、よくわからないということですね。で、これはちょっと私、さっき、もう一本別の動画を撮りましたけど、奥さんに話すかどうかということは、ちょっと私もはっきりわからないということなんですけど、この、質問に関しては、ちょっとはっきりと私は、意見があるので、申し上げたいと思います。まずですね、まずというか結論から言うと、話すべきではないと思います。で、なぜなら、子供じゃないんで、保護者が出ていくみたいな形になってしまうということですね。で、なんて言うんでしょう。明らかな不倫の証拠というか肉体関係を持っているという証拠があれば話は別なんですけど、一緒に食事をしているとかその程度の、状況証拠的な感じなので、でそこに、夫であるあなたが出ていって何て言うんでしょう、この込み入った話をするっていうか、個人的な、恋愛感情とか、男女間の話をするっていうことは、避けた方がいいと思います。現段階では。で、奥さんから直接正直に、こういう好きな人がいて、こういうお付き合いをしてるんだっていうことを確認していれば、話は別なんですけど、その状況証拠で、自分でそう思っているということしかないので、まずその状況証拠しかないということですね。で、状況証拠しかない状態で、あなたとその男性は、面識があって、ビジネス上のね、つながりがあるということを伺ってますので、ビジネス上のつながりがあるだけの人なので、いきなりその関係、なんて言うんでしょう、個人的なところに話を持っていくのは、人んちに土足で上がるようなことになってしまいますので、避けた方がいいと思います。で、例えば、幼なじみの親友だとかね、そういうもう個人的な関わりがあって信頼関係がある状態であれば、それは話すことが可能だと思うんですけど、友達でもないのにビジネス上のね、お付き合いだけの、方なのに、そういうことに入っていくというのは、礼儀上っていうか、それを礼儀に反することだと思います。愛は、礼を失せずというふうに、礼儀正しいというか、そういうことも愛の一つの形ですので、その相手の方に、信頼関係のレベルを超えて個人的なことに踏み込んでいくっていうのは、
避けた方がいいと思います。で、まあ、この、質問から、これはちょっと補足、もしかしたら脱足かもしれないですけど、感じることは、やっぱりご自身の置かれた状況とかが、やっぱちょっとパニクってるっていうか、冷静に見れなくなっている状況があると思うんですね。もちろん奥さんに浮気をされて奥さんを失いそうだという状況は非常に苦しい状況だと思いますし、不安で、まあ、夜も眠れないとかいろんなことが、まあ、想像できるっていうか、まあ、そういうこともあり得ると思うんですけど、ですのでそういう時は不安な時は、まあ、繰り返しになる、前回の繰り返しになりますけど、不安な時は行動しない方がいいですね。で、確信がある時に確信に基づいて行動した方がいいと思います。ですので浮気相手と話すべきか、不倫されている夫は、でそれはケースバイケースになりますので、その時と、場合ですね、まあ、TPO とか言ったりしますけど、それが大事なので、今あなたが置かれている状況ではその時ではないというふうに私は思います。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。